だからリーダーになるべきしてなってるし、社長になるべきしてなっている。ただこれをちゃんと熟知して使いこなしているかどうかっていうのはまた別問題なんです。で、私たちはこういったことをね、自分の星をどう生かしていけばいいのかっていうことを具体的に伝えてます。大西さん48様49どういう立場の方でしょうか。お、代表、なるほど。あ、じゃあ大西さんに今からコンサルをします。はい、大西さんは増加三神ですよ。で増加三神っていうのは帝王、つまりね、社長になるべきしてなった人です。はい、つまりね、必ず結果を上げる、だから頼りになる。はい、でもその時に人を活用利用できる人です。はい、でね、ここで大事なことなんだけど、社長って何でも自分で決めたがるんですよ。何でも自分でやりたがるんですね。でどうしたらじゃあいいかっていうとね、これね、三国志でこういうシーンがあって、なるほどと、私たちはこういうね、戦術を学んでるので天王としての立ち振る舞いをできてるかどうかっていう、天王ってこういうものだっていうのが実は全部この秘伝書に書かれてるんですよ。はい、あの、社長になりたいんだったら、増加三神の手引き書を見れば社長の役割って全部書いてます。はい、時代の最先端を行きたいんだったら雨の渦目に見習えばいいし、例えば資格とかを取って教養を身につけたければサルタクやニニギオマルに見習えばいいっていうね。はい、つまり私たちは自分の星を持って生まれてるのと同時に、社会から役割をいただくわけですよ。その時に、リーダー、ね、例えば片腕ナンバー2の役割を得た人は、竹三日寿司とイザナミに見習えばいいと。で、全部その生き様っていうのがここに全部書いてるんです、ここに。でね、増加三神ってどんな感じかっていうと、自分で決断してはいけません。はい、私ではなくて私たちという視点で物事を考えるんです。だから自分がやりたいことを自分で決めてどんどん進むんではなくて、自分がやりたいことをですね、私たちでできるのかって考えなきゃいけないです。つまり私たち組織でできるのかっていうふうに大西さんは考えなきゃいけないですね。そしてこの時に即断即決をしてはいけません。はい、それはフリーランスです。で、組織を抱えている人はちゃんと私たちでできるかどうか、そしてここです、お伺いを立てるんです。この時にね、私たちは、その帝王の振る舞いっていうのをドラマを通じたりして見るんです。だから普通の見方は多分違うと思います。でね、曹操がこうやったんです。自分がやりたいことはもう決まってるんだけど、自分のやりたいことを、部下にやらせるんじゃなくて、まず重鎮を集めるんです。そして意見を聞くんです。どうやったらね、うまくこう、このことに対してうまくやれるか、ね、みんなの知恵を出してくれと。さあ、一人ずつ意見を聞くわけです。その中に自分とよく似た意見があります。するとどうするか、それだそれだ、よし、それに行こう、これはお前が言ってることはこういうことで、こういうことで、こういうことだろう、というふうに自分が思ってることを言うんです。でもこの部下の手柄なんですよ。で、するとどんなことが起きるかっていうと、曹操は自分のやりたいことだけやらせるんじゃなくて、みんなの意見を聞きながら、いい意見を出したら出世するっていう、重用されるっていう、ね、だからこの人についていこうって、みんな知恵を絞るし頑張るんですよ。でも結果はというと、曹操がやりたいことをやってるんです。はい、これがですね、実は人の上に立つ人の策略なんです。まあ、戦略とか策略とか言うんだけど、で、大西さんはそれの星を持っているんですよ。はい、だから天王になる星と天王になる宿命星という、これ2つ持ってるんですね。だからリーダーになるべきしてなってるし、社長になるべきしてなっている。ただこれをちゃんと熟知して使いこなしているかどうかっていうのはまた別問題なんです。で、私たちはこういったことをね、自分の星をどう生かしていけばいいのかっていうことを具体的に伝えてます、ここを。